おはようございます。今日は9月30日土曜日、今朝6時ぐらいです。ベストボディジャパン北県大会まで残り9日ということで、まあどういった一日を過ごしているのかとか、あとは、まあ、今減量末期なのでどういった食事をしているのかとか、そのあたりをちょっと残していきたいと思います。まずは、有酸素で今1時間ぐらいかな、歩いて家に戻りたいと思います。はい、今帰ってきたのでこれから一食を作っていきます。オートミール、大箱、ベーキングパウダー、はい、これが1食目になります。ミール1、大体これでカロリーが500以下かな、470とか480とかそのぐらいなので、1日で一番こうスイーツみたいな感じ、甘い食べ物ですね。はい、サプリはバイタス、これはまあマカとか亜鉛とかビタミン C が入ってるやつと、マルチビタミン、ジンジャールーツ、まあ、消化酵素を良くするために、まあ、BO3 の腸活系と、L カルニチン、脂肪燃焼効果があるもの、もう全部で今は5個かな。今から筋トレ、前に筋トレ中に飲んでるドリンクは今グルタミン少々とクレアチン少々、そしてイエー、これをトレーニング前に飲むっていう感じです。
はい、2食目でーす。今11時半ぐらいで、カツオ 100g ぐらいと、こんにゃくと野菜、玉ねぎサラダ、かぼちゃ 200g、 鶏むね肉、これ焼きが 150g ぐらいです。いただきます。カツうまっ。うん、これ全部で、450カロリーぐらいで、カツオも高タンパクで低脂質なので、まあ、鶏胸と一緒に結構良い食材。はい、今から、本日2回目のジムに行ってきます。今朝腕があったので、今から足トレで砂島の方のですね、エンタイムの方に今日は足トレをしに行きたいと思います。ではまずちょっとエンタイムの方で、トン、はい、今サウナから帰ってきて9時15分ぐらいで、最後の食事です。4食目になります。最後の食事は、まあ、普通にじゃないけど、味噌汁、まあ、これ 5g ぐらい、カロリー 5… あ、 5g じゃない、カロリー 5… カロ5キロカロリー5キロカロリーぐらいのやつと、メカブ、これ片方タレソ込みで10だから、まあ、20ぐらい足して、で、あとサラダ、コンビニのサラダ2パックと、キムチ、長所を、あとカツオ 188g。なので、どのぐらいだろう、わかんないけど。まあ多分足してこれ全部で、300いくかいかないかぐらいのカロリーです。で、まあ塩で味付けをして食べていきたいと思います。4食目です。今日の最後の食事になりましたので、いただきます。ベジタブルファースト。うまっ。いや、塩がうまい。うますぎる。
基本食事中は今 iPad で爆食系の動画めちゃくちゃ見てますね。なんか人が食べてる動画でめちゃくちゃ今幸せになれる。なんかうまいハイカロリーなものとか見るだけで結構満たされたりするからっていうのと、やっぱこう減量後にね、こう食べに行きたいものとか、そういう大会終わった後のやつとか今ちょっと徐々にピックアップしてるっていう感じです。はい、これが今日ラストの食事です。5食目かな。まあ5食目っていうか、まあデザートなんだけど、わらび餅、さっき作ったわらび餅になります。これはあの大箱と水とラカンと、これあの、まあ、砂糖みたいな感じのやつなんだけど、まあ、砂糖のゼロカロリーみたいなラカントっていうのを使ってるのと、あと大箱も食物繊維、まあ下痢とかそういうなんか腹下した時に使うようなやつだから、まあ、ほとんどゼロカロリーでこの今わらび餅を最後に食していきたいと思います。今日は足取りをしっかり追い込んだので、ちょっとご褒美としてこれを食っていきたいと思います。ラカントが甘い、最高。はい、今夜中じゃないわ、今11時11分になってます。ちょうど1が4つ並んでる感じだけど、まあ、11時11分ということで、まあ、今日急遽ですね、ベストボディジャパン首都圏大会9日前というところで動画を回したんですけれども、まあ、主にまあどういった減量末期のですね、あの人間がどういった生活をしているのかとか、あとはまあどういった筋トレをしているのか、まあ、どういった食事をしているのか、そのあたりをちょっとログとして、まあ、今後の大会の参考にもなるっていったところもあるんですけど、まあ、少しでもこう実際に応援に来てくれる方々にどういった生活をしているのかといったところをこう共有できれば、共有というかあの見せることができればなといったところでカメラを回させていただきました。実際に今日もですね、インスタとか LINE とかであのベストボディに応援に来てくれるっていう方が何人かまた新しくあの声とかかけていただいて、今だいたい30人近くかな、全体で来てくれる友達とか会社の先輩とか会社の同僚の方とか、あのもちろんすずもそうなんだけど、彼女の友達とか友達の旦那さんとか、本当にいろんな方々が30人超えるかな、まあそのぐらい本当にいろんな方が首都圏大会にわざわざ自分の時間を割いて3連休の最終日に来てくれるっていうのは本当に嬉しいことだし、その人たちに少しでもこう良い順位とか何か良い刺激を与えることができたらなってところで、最後の筋トレのワンレップきついところとか、あとは有酸素、例えばまあ本当に疲れてる中歩いて帰ろうとか、そういったあのよりハードな選択ができるようになってるっていうのは本当に追いに来てくれる人々の、まあ、方々のおかげです。明日ももしですね、ちょっと動画を回したらちょっとログとして D-8 8日前というところのね動画を回してきたらと思いますので、よければ見てください。では今日はもう11時回ってるのでちょっと寝たいと思います。おやすみなさい。